その鬱蒼とした暗い感じと林が若干見える感じが怖いんだよね。うん、言葉にできなくてもいい、君のこと分かってるから。ここは明るいけどね、この山がすごい真っ暗なところにさ、行くじゃない、行くじゃない、これ怖いのよ、これがね、お子ちゃん。どんな感じ、撮れてる？あ、結構撮れてるね。これどの風景、この鬱蒼とした感じ。いや、全然撮れないっすよ、光がさ届かないですもんねこれもうほぼさ、あのこの近くぐらいしか見えてない。あ、そうか、見えてない。この鬱蒼とした暗い感じと林が若干見える感じが怖いんだよね。うん、でもまあ時間は早いからね。全然まだいいよこれ。だからさ、うん、8時だから全然いいよ。暗くないよね。だってさ、暗くないじゃん、そもそもまだ。そうそう、いや、これがその夜中の2時で完全にこのさ、空もさ、もう明かりが全くないみたいな状態に来た時のこの風の音とさ、木の揺れとさ、もう恐ろしいのなんのってないよね。そうだね、まだね。だからさ、歩いてる時にさ、とりあえず喋り倒すっていう作戦に出るじゃん、いつも。なる、今日は余裕があるね。今日全然余裕だよ、これ。まあ、帰りは多分暗くなってると思うけど、でもそれでも9時でしょ。うん、全然時間帯がさ、うん、その変な時間じゃないじゃん。だからそうそうそう、やっぱ、ね、全然いいよ。2時3時になってくるとね、2時3時はね、なんか変な怖さあるね、やっぱり、ね、怖さがあるね。若さんやる気です。やる気だね。ご飯も食べたからね。うん、そうだね。うん、この波の音がね。ああそうね、海の音も結構怖いよね、うん、実際問題いつもやってる撮影スポットもあれば、まあ、もうちょっと先のさ、この間初めて行ったちょっと広めのところもあるし、広めのとこがいいな。広めのとこがいい。 OK、 うわ、真っ暗、何も見ねえ。ここで撮ったりしてたね、いつもの ね、撮影場所ここで。これ結構楽、しかも綺麗に撮れるんだよ、そこ。まあでも帰りにも撮れるから、まあいいか。ちょっと先まで行きますか。はい。なんかさ、木が生い茂って、なんかそうだね、量が多くない？量多い、避けていかなきゃいけない。量多いし、これ真っ暗でさ、何もライトなかったらマジ怖いよこれ。魔の星っていうもどうも明かりがどうかだね。うん、いや、そうそう、結構明かりかな、あんじゃねえのと思っちゃいますけどね。まあ、そしたら戻るかだよね。戻るしかないね、多分。お、開けた。一箇所、ここまたね、ここもまたね、ちょっと展望台、第二展望台でございます、うん、この真っ暗闇で案内するっていう。赤ちゃんはここでもね、結構見えるんじゃないかな。でも、そろそろ見えてくんじゃない？うん、多分そろそろだね。うん、じゃあ、お腹痛い。お腹痛い？食べたから、うん、食べたから。食べなきゃよかった、やっぱり。うん、そうだね。じゃあ、食べる。あ、いる？いっぱいいる？うん、食べた。じゃあ、もうライトちょっとして。そうか。うん、携帯にする？はい、撮っております。はい。いやー、星空がね。ウェディング撮影をね。すごかったね、星空。すごかった。すごかったよ。すごく良かったよ。なんかあの若干賭けだったんですけど、うん、すごい綺麗になんか、うん、一番高じゃないけど結構かなり綺麗だね、雲もほとんどなくて、しかもずっとなんか、まあね、ちょっと事件がありましてね、ちょっとね腹が痛すぎてね、もう私はもうかがめないからちょっとどうしよう。いやだから俺なんかね、撮影の時ねいつも物食べないわけ、うん、おかゆさんがねおにぎり食べてるの見てね、うん、食べたくなっちゃって